皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。光栄より1994年2月25日に、スーパーファミコン用ソフトとして、発売されたシミュレーション RPG。パソコンからの移植作品。大航海時代シリーズ、第2作目。本作では6人の主人公から1人を選択し、最終目的を達成して、名声を得た上で国家の最高爵位を獲得する形式へと変更された。基本的なゲームシステムは前作、大航海時代を踏襲しているが、新たな国が追加されたほか、名声などの2位システムが採用されている。に勤しみつつも、リスボンから出ることを許されぬ日々を送っていた。しかしある日ジョアンは父レオンから、伝説のキリスト教区に、プレステ、ジョアンの探索を命じられる。しかも発見するまで我が家に帰ることすら認められない。父の片腕であった老航海士ロッコと、ジパングへの布教を望む修道士エンリコも、仲間に加わり、ジョアンの冒険の旅が始まる。最も主人公的な性格、ジョアンのストーリーは本作のシナリオの中核を成しており、登場するキャラも多め。光栄側としては初心者用シナリオとして設定した説があるが、実際は初期状況の悪さと頻発するイベント戦等で、最も難易度が高いシナリオである、レオン、フェレロとロッコ、アレムケル、マルコは前作に引き続いての登場である。ちなみに彼が今作の年齢設定に合わせようとすると、前作を2年以内にクリアしないといけない、どれだけ精腕だよ、パパ。カタリーナ、エランツォ、イスパニア海軍士官、18歳。ある日彼女に告げられた恐報、それは同じく海軍に所属する兄ミカエルと、恋人エルナンが戦死したというものだった。噂ではその黒幕はポルトガルの、フェレロ公爵家であるという。カタリーナは仇討ちを願い出るが、戦争勃発を危惧する上官は、これを却下。諦めきれないカタリーナは、ついに故国を裏切り軍艦を奪って、イスパニアを出奔、海賊となり自らの手で、敵を追う。復讐に燃える彼女の、行く手に待つ者は、ジョアンとは様々な場面で、関わり、出番も多い。その哀愁漂うキャラと、シナリオから、今でも人気は高い。オットー、スピノーラ。大ヒデ帝国騎士団所属。25歳。2大陸の歩を背景に、欧州を赤艦するエスパニアに、対抗すべく、英国王ヘンリー8世は強力な海軍の、編成を起動。来る日に備え、オットーに大海原に出て、剣、お爪との命を与える。しかしオットーを妬む監督官ギルバートの、妨害、により、実際に与えられたのはわずかな金貨と、ボロ船1隻。果たしてオットーは王の勅命を果たせるのか。カタリーナと同じ海賊系だが、こちらはあくまで私役船であり国籍も持っているため威風堂々とした雰囲気。カタリーナと比べ必須イベントが少なく難易度も低い。とはいえ、海戦メインのためゲームオーバーに直結しやすく、最初から爵位があって海賊に襲われやすいなど、初心者にはちょっと難しい。オットーは25歳の設定だが、そのグラフィックは白髪に塩、蓄えたナイスミドルというミスマッチさであり、よくネタにされる。ちなみに腹心のマシューが、27歳。エルネスト、ロペス。オランダ出身の地理学者。23歳。アムステルダムの大学で地理学を、教えるエルネスト。しかし内心では窮屈な日々に、退屈し、波乱の冒険を望んでいた。そんなある時、親友の地理学者メルカトールから願い事を頼まれる。
それは、資金は出すので、線の苦手な自分に代わって、世界を航海して回り世界地図を、作成してほしい、というものだった。妨害の頼みに大喜びの、エルネストは、念願の航海に出る。世界地図完成という偉業を、目指して冒険者系のキャラであり、海賊系のキャラとは打って、変わって伸びやかな雰囲気。ピエトロのシナリオで一回だけ登場するのを、除いては他の主人公と、唯一関わりがない。ストーリーが進むとパウラという孤児の、女の子が登場。後半は彼女の故郷探しが、メインになる。ミステリアスなこと民族の、少女、14歳、と共に、船旅をする、という、好きな人にはたまらない夢のようなシナリオが、体験できる。登場時14歳なので、わざと登場を遅らせて、パウラ14歳クリアを、目指す人もいるとかいないとか。ついでにエルネストやパウラのやりとりに、ツッコミを入れるスタッテン、副官、もいい味を、出している。エルネストのお人よしさに呆れているように、見えて実は彼もお人よしだったりする。イベントは上記の内容が、すべて、必要なものは開始時に、ほとんど手に入っている上、自身の航海術。航海レベルが、主人公中最も高い、ため線足が、質やすいのでプレイしやすく、総合的には最も初心者向けの、シナリオ。ピエトロ、コンティ。イタリア出身の冒険家。33歳。貿易商だった父が残した負債のため、ピエトロは借金の返済に、追われる毎日を送っていた。しかし友人カミーロのつてで、借金をフェレロ公爵夫人が、肩代わりしてくれる運びになる。思いもかけぬ幸運にピエトロは異様の的、ジェノブアを旅立つ。エルネストと同じく冒険者系の、キャラでありお気楽な雰囲気の、キャラ。ただしこちらはジョアンのストーリーにある程度関わってくる。エルネストに比べて初期状態が、厳しく、資金が安定するまでが大変。それでも戦闘の必要がないフンジョアンよりは、楽。宝探しイベントが2回あり、波乱に満ちた冒険を楽しめる。また口述の、大航海時代外伝、ではキーパーソンも、務める。なぜかピエトロにとって友人兼恩人であるはずの、カミーロは登場すらしないが、ある、ブエザス。オスマン帝国出身。19歳。いつか億万長者になるという大望を、抱いていたある。ある日友人サリムの父が、亡くなり、乗っていた船がイスタンブールに、流れ着く。しかもサリムはアルの金を、当てにして勝手に船を修理してしまう。造船所から高額な修理費を、ふっかけられてしまうが、逆にアルは船を使った交易で、稼ぐことを思いつく。持ち前の弁下で元手を、かき集め、アルはいざ大海原へと乗り出す。目指すは億万長者。だがアルにはもう一つ目的があった。それは幼い頃に生き別れた妹、サファの行方を探すことであった交易商人系。唯一交易名声で物語が進行するキャラ。光栄側は最も難易度の高いシナリオとして設定しているが、ジョアンのように戦闘は絡んでこない、交易のコツをつかめば意外と簡単にクリアできる。評価点、主人公の数が増えるに、伴い名声が、交易名声、海賊名声、冒険名声、の、3つに分割され、各々が自分の職業に、専念できるようになった。もちろん、職業外の名声を、上げても良い。線の種類の追加、舗装線と、操線、逃走線、の、2種類に分類され特徴が、際立つようになった。風の影響を受けるが嵐に、強い舗装船、風の影響を受けずに安定した速度を出せて船員を多く乗せられるが、嵐に弱く燃費も悪い、操船とそれぞれ特徴を持つ。前作では大型船が非常に有利で、小型船でのクリアはほぼ不可能だったが、今作では海船が必ずしも必
要ではないことと、各船舶ごとの特徴があるために、小型船にも使用価値が増えた。世界地図の正確さが増し、港の数がさらに増えた。副次効果として世界の地形や、都市名を学習できるという点も、港には、商用値、と、工業値、が設定されている。それぞれ交易所と造船所に、投資することで、これらの数値を上昇させることが、できる。商用値を上昇させると、交易品が増えることがある。錆びれた港が一気に優れた貿易港になることも、投資によって特産品を、生み出すようになる港も多い。工業値を上昇させると、造船所の品揃えが良くなり、より上質の船を建造できるようになる。一部の港に箱の方法でしか、建造可能にならない隠しユニット的な船も、存在する。港に波動の国に対して、有効的化を示す支持率が、設定されており、投資はこの数値を上昇させる意味合いも、含んでいる。支持率が 75% 以上になった都市は同盟港になる。同盟港の利点は自国の、強化、値引き2尺位が、影響する。同盟港にすると交易税がかかるようになるため、中立港のままの方がいいという説があるが、これは真っ赤な嘘で、中立港でもきっちり交易税は取られるので、デメリットはない。港の支持率を上げるために、必要な投資費体が商用値、工業値に、比例するようになった、商用値、工業値が、低い港は少ない金額で、同盟港にできるが、得られる名声も低い。国家数も前作の3カ国から6カ国に、増加。当時は統一国家でなかったイタリアが、存在し、一方で大国フランス王国が、存在しない。これはあくまで、大航海時代、という視点から見た国々の、チョイスだからであろう。なおゲーム中のイタリアはジェノブアに、首都があり、ゲーム内の免税商でも、ジェノブア共和国を名乗っているが、当時のイタリアのモロ勢力の、全土を領有している。とはいえ、イタリアはすでに斜陽で国力も、低い。アフリカ周りのインド航路の、発見、および拡大するオスマン帝国に、脅かされている当時の情勢を、反映してのものである。ゲーム中でも開始数、尽きて、同盟港をすべて失い、イタリア艦隊は首都港に、引きこもることが多い。海賊プレイをする場合には、そこそこ強い割に儲からないので、見逃されることが多い。あえてイタリア国籍を取得し、同盟港を増やしまくって、母国を世界最大の海洋国家にしてみるのも、一興。名声が上昇すると、自国の現地から直々に、何らかの依頼を、されるようになる。これを達成すると爵位が、与えられる。物語には関わらないが、位認心を極めてみるのも、楽しみの一つ。なお最高位の公爵、オスマン帝国の二大祭祖、にまで、上り詰めると各主人公ごとに、固有の演出がある。多種多様な交易品。本シリーズを象徴するのがこの、交易、要素。港で販売されている交易品を、購入し、高く売れる他の港へ運んで、売りさばく。金銭を増やす2箱の交易が、基本である。交易品の種類は極めて、多く、香辛料を筆頭に、嗜好品、食品、織物、宝石、貴金属、鉱石、奢侈品、その他、と大盤振る舞い。前作の大きな問題点であったシステム関連も、向上した。航海に必須の水と食料の、補給が全自動で行えるようになった。もちろん手動も可能で、金貨が少ない時にケチったり、食料を多めに積んで、水は途中で補給して、航海日数を伸ばすというテクニックがある。金貨を各港の銀行に、預けられるようになった。海賊に襲われても預けてある金貨は無事。預けた場所とは違う銀行で、引き出すことも可能。借金もできるようになり、資金不足で積むことが少なくなった。首都の出港所に船を、預けることが可能になった。冒険用船舶と海船用船舶を、取り替えたり、交易品を積んだまま預けて、隠し財産にしたりできる。マップのエリア区切りがなくなり、正確には、1箇所存在、針道変更と機構もクリック一つで、可能になった。持てる資金の上限自体も、気にする必要がなくなり、同じ財宝を複数持てるようにもなった。
ただしアイテムは20個までしか持てないので、私役許可証、免税証、含むアイテムの空きを確保するのも重要。率いることのできる船の数も最大5隻から10隻に増えた。港の他に集落が追加。冒険要素が一気に広がった。一つの集落にはそこの地理に絡んだ発見物が必ず一つ存在する。それぞれの発見物には当時の常識も反映した説明文もついている。これらは全部で98箇所あるが、一度のプレイではランダムで、最大50箇所しか出現しない。海戦に提督同士の一騎打ちが導入された。勝てばその場で決着がつくが、負ければ即ゲームオーバー。沈んでいない戦は打破できるようになった。実はこれが海戦最大の収入源。航海士の数も大幅に増えた。しかもすでに艦隊を率いている航海士ですら、海戦で倒して無職にしてしまうことで、仲間にすることが可能。さすがにグラフィックこそ変わらないが、年月の経過に応じてキャラクターたちが、加齢する。ただし、ジョアン、フェレロ、32歳、といった表示を、見て嬉しい人間がいるかどうかは、謎。なんと酒場娘たちもしっかり加齢する。しかし酒場娘に年齢を、尋ねて、あなただけに教えてあげるは33歳よ、という返答が、帰ってきた時のやるせなさと、言ったら、熟女好きにはたまらないかもしれないが、BGM は、信長の野望シリーズ、なども、手掛ける菅野陽子が担当。広大な大海原、手に汗握る海戦、エキゾチックな異国の都市といった情景が、余すところなく表現されており、いずれも評価は高い。問題点、主人公が無駄に多い。冒険者系のピエトロと、エルネスト及び海賊系の、カタリーナと夫婦ではほとんどやることが、同じ。違うのは国籍や技能習得の、有無くらいである。この4名はメインイベントも、総じて少ない。しかも夫婦は最終イベント以外は全て、無視してもよかったりする。ピエトロはジョアニアール島の、他主人公との絡みがあり重要な駅どころと、言えるが、エルネストはパウラ加入後からラストイベントまで、うちわのみでちょっとした会話イベントがいくつかあるだけなので、非常に薄い。ジョアンはイベントは多く、事前情報がないとセーブの、タイミングによっては最初からやり直しになる可能性が、高い。おまけにお使いや各地を往復することが、多々発生する。ただの RPG なら特に、問題とされることは起こりにくいのだが、移動自体も重要視されるこのゲームではこの行為そのものが、苦痛である。航海士の能力は、航海レベルと戦闘レベル、最大値が100までの数値データである統率力、航海術、知識、直感、勇気、剣技、魅力、運の、8種、および測量、地図作成、砲術、会計、交渉の、5つの技能など、多岐にわたるが、これに無駄が多い。まず、魅力、は主人公以外にとっては、完全に死に捨てである。知識と勇気も主人公の、技能習得にしか影響しないため、主人公以外にとっては、完全に死に捨て、主人公も技能取得後は死に、捨てとなる。マスクデータの運も、重要なのはほぼ主人公のみで、主人公の運をマックスの、100にしておけば、部下の運はほぼ死に捨てとなる。その他の能力も、一部の役職を除くと、死に捨てとなる場合が多く、兵の船長だと重要なのは、最大船速を決める、航海術、ぐらいに、限定されてしまう。これも、主人公が必ず船長になる仕様のため、主人公よりも高くても、意味がなく、低いと足を引っ張るという形。技能の方も、砲術、を、のけばそれぞれ所持者が1人いればいいだけ。地図作成、と、交渉、に、至っては主人公以外の、航海士が持っていても何の、敵にも立たない。
校内の施設は増えたが、移動はアイコン移動からマウス操作がしづらい見下ろし方の RPG 移動になった。通行人も増えたがほぼ同じことしか話さず、通行の邪魔になることが多い。酒場でスイフを集める機会が日々1回に減った。大人数を集めるには宿屋に何泊もしなければならず面倒。スイフのコンディション管理が面倒。前作では水と食料の消費で前線のコンディションが自動的に回復したのだが、今作では水と食料を消費した線しか回復しなくなった。前線 100% にするには、前線に水食料を積むスペースを設けるか、一つの線を 100% にした後で、水食料を積み替えるという作業が必要になった。そもそも船団を組んでいるのに、水食料を一つの線に集めて沈み港というのは、現実的ではないのだが、ゲーム的には非常に便利な仕様であったため、ここが解約されたのは残念なところ。特殊な海賊、ハイレディン、レイス、と、アイディン、レイス、の追跡力が、鬼畜。完璧にこちらの航路をトレースしてくる上、嵐などの影響を受けずにしつこく、追ってくる。着衣を持っていない場合は、こちらから手を出さない限り襲ってこない。着衣を持っているなら何らかの、対策をする必要がある。手持ちの金貨が少ない時は、いつかカモになることを見越して、金貨を恵んでくれるという一面もある。ただし積んでいる交易品は全部奪われる。彼らはモンタージュ提督ではないので、倒しても死亡しない。しばらくすると復活するが、タイミングが合えば無職の、彼らに会うことができ、レベルが高ければ仲間にすることもできる。乗組員割合、が不便すぎる。この割合を変える作業がとにかく、不便。実数ではなく割合でしか、変更できない上に、前作同様なぜかここだけ疑似点キーが、使えない。延々と、アイコンを長押しする羽目になる。乗組員の配置箇所は、運航、視認、甲板、の、3つに分かれている。運航、2000を動かす最低人数を、配置しておかないと速度が、落ちてしまい、また、視認、に最低限の、人を配置しておかないと港や、集落を発見できない。甲板、派遣党員のことでありここに、大砲の訪問数以上の、人数を配置しておかないと、海戦で砲撃の威力が、落ちてしまう。人員を普段は、運航、視認、に、重点配置し、戦闘時に一部を、甲板、ヘト、配置換え、とするのが理想ではあるのだが、海戦をしようとするたびにこの変更作業が、必要になる。しかも戦闘中に変えることはできないので、これを忘れて海戦に突入すると、攻撃力の低さに泣く。面倒くさければ最大乗員数を、多めに取り、変更しなくても十分な戦闘力を、保持するしかない。海戦の際、2番艦以降が AI 担当になった。大まかな指示は出せるがぶっちゃけバカな上に、機関が危うくなる、最大耐久力か、最大搭乗人数のどちらかが、4割以下、と皆一斉に、逃げ出す、敵も同じだが、海戦の仕様。砲撃は事前に大砲を、装備し、弾薬を積まなければ行えない。前述の通り機関以外は思うように、動いてくれず艦隊を率いたり砲撃戦に、持ち込むのは効率が悪い。最も効率の良い戦い方は開始直後に、機関同士を接触させて、一騎打ちに持ち込むことである。ただし負ければ即ゲームオーバーであるので、事前セーブは必須だろう。砲撃で沈めた場合、沈めた戦や積んであるものが、手に入らないためにますます砲撃戦の、立場がない。一騎打ちを挑めなくても船員を、300人ほど甲板に、配置して白兵戦を行えば、大抵の敵は倒せる。とはいえ戦闘レベルが上がってくれば、ダメージ制限があるので砲撃の方が、早く敵を倒せる。もっとも、当時の海戦は未だガレー戦を、使用した白兵戦が主体だったために、砲撃が弱いのは妥当と、言えなくもない。もっとも、大航海時代シリーズの、戦闘システムは作品ごとの、バランスが悪く、砲撃が発達していないはずの、1、や、3、での砲撃が、異常に強かったり、今作のように一騎打ちが、最も強かったりと安定しない、海戦で打破した船舶を、艦隊に組み込む際に、毎回手作業で命名しなければならない。海賊で収益を得るプレイスタイルの、場合この作業がとても面倒。
鮮明を空白のままにすることはできず、オート命名なんて気の利いた機能も、ない。ちなみに外伝ではオート命名機能がついた。なお命名画面ではキー配列の、関係でカタカナの、さ、の、字が最も近い、ため、海線の度に艦隊画面が、大量の、砂号で埋め尽くされるという光景が、お約束となっている。ただ、砂号の方が売るときに、紛らわしくないのは確か。積みポイントの存在。三種の名声のうち交易名声と、海賊名声は無限に高められるが、冒険名声は高める手段に、限りがある。クリアに必須な名声値1万程度の余剰しかなく、発見物報告の直命に、アニに応じたり地図工房との契約が遅かったりすると、足りなくなる可能性が高い。中盤以降に名声が半減するイベントを起こすと、クリアに必要な名声が確実に足りなくなって積む。CS 版では世界地図完成で、冒険名声値に2万のボーナスがつくようになり余剰が大きく増えたおかげで滅多に足りなくなることはなくなった。また、ギルドでの依頼で冒険名声が増える依頼が追加されたことで、理論上は無限に名声を稼げるように改善されている。交易のバランスが甘い。史実通りにインドからアフリカを回って香辛料をヨーロッパへ運ぶより近場で交易した方がずっと早く儲かる。アテネで美術品を仕入れる、イスタンブールで売り、絨毯を仕入れる、アテネで売り、また美術品を仕入れる、以下エンドレスのルートが特に有名。史実でも大航海時代以前はこのような地中海貿易が主流だったわけで、時代が思いっきり逆行している。もはやタイトル詐欺である。ただし、このゲームの舞台である16世紀前半は地中海貿易も普通に儲かっていた時代である。ニーコーロ発見が大きな可能性をもたらしたことは事実であるが、そもそも往復にかかる距離も時間も長い。ニーコーロはまだまだコストの高いハイリスクなルートで、長期的には安定していなかった。それでもポルトガル島がニーコーロに投資したのは、旧来のルートはジェノブアやブエネティアラの非常に強力なライバルに牛に見られていたためで、完全に立場が逆転するのはおよそ17世紀に行ってからである。交易品も種類は確かに多いが、意図的に縛りプレイでもしない限り使わないものの方が多い。線の種類、前作の6種から25種と大幅に増えたが、役立つ線は数種類しかないので水増し感が強い。おまけにシナリオ上イベント発生まで発見できない港が存在するキャラクターもいるために、さらにいろいろな意味で前作でも10ガレオンなる時代を先取りしたハイテク船が存在したが、今作でもこの時代に存在しない船舶が普通に造船所で売られている。扱いもおかしく、スループ18、20世紀やピンネース17世紀前半が一般船舶で、フリゲート17世紀や鉄鋼船16世紀が隠し船舶扱いである。今作では戦闘、交易、冒険すべてにおいて操船が圧倒的に有利。嵐は運を上げたり船首像を装備すれば回避可能で、万一発生してもすぐに上陸したり、アイテムの聖なるカーブラで防ぐことが可能。船舶の価格が全体的に安く、風の影響を受けないためどんな場所でも高速移動できる。ペイロードが実際よりも非常に低い。いざ戦闘になればガレアス島は船員を400人乗せられるために、海船で圧倒的な強さを持つ通り点が多い。一方この時代の主力であるはずのガレオンは速度が遅く、小回りも効かず、乗せられる人数が少ない。200人ため海船にも向かないと悲惨。唯一の利点は船舶価格が高いので、ダコトキに高く売れることのみ。ただしスイフを500人乗せられ、大砲も150門積める最強の船、シップ、安価かつ積載量が多く、少ないスイフで運航可能なため、交易にも探検にも使えるジーベックなどは舗装船なので全く立場がないわけではない。時代交渉の甘さ。今作の開始年数は1522年なのだが、上述の通り国の勢力図がおかしかったり、その時代では起こり得ないイベントや、戦、蒸気参照、や、砲、アイテム等が存在する。問題点として挙げることではないかもしれない。がやはり気になる人にとっては、気になることである。
一例を挙げるとポルトガルのマヌエル1世。ゲーム開始前の1521年に逝去しているのだが、前世紀の王であることと、知名度のためか今作では未だ健在である。この点は光栄も気にしていたようで、3、は史実に忠実にしており、4、は年代をなくして、パラレルワールドにしている。カタリーナの国籍問題。カタリーナが主人公ではない場合、イベントで海賊として登場するが、なぜか国籍がエスパニアのままになっている。ジュアンとアルはカタリーナと関わる機会があるが、この時にイスパニアと敵対したことになり、貢献度が下がってエスパニア同盟港に寄港しづらくなったり、戦艦隊に狙われるようになってしまう。特に戦闘能力の低いアルは悲惨。自由度は大体そのままに、ボリュームを増やした本作は、ナンバリングシリーズ中最も、高い評価を受けている。人によってどの要素が好きかは、異なるだろうが、本作は主人公が6人もいて、目的も違うため様々な遊び法に、対応している。リコレーションゲームとしての、大公開時代は、この作品で一旦完成したと、言える。この後の大公開時代シリーズは完全に別種のシステムになったが、ネットゲーム時代のオンライン、オリジンの基盤は2、3の影響が色濃く、大公開時代を表現するゲームシステムとして高評価を受けていたことが伺える。余談、ギルドの依頼、借金取り立てで公開者から借金を回収した後、その借金分の金塊を使い込むかシャイロック銀行の支店に預けるかして、ブエネチアのシャイロック銀行本店に行く。すると、あなたを信用した私がバカでしたと言われ、核名声が下がるが、ゲーム開始直後の名声例の状況なら全く損害がないので、借金をそのまま着服できる。それを元手にして交易で資金を稼ぐなり、また借金取り立て持ち逃げをして資金を稼いでもよい。口述の外伝でもこの裏技は使用可能。また公式ハンドブック等でも紹介され、しかも推奨されている。シャイロックさん涙目。もっとも、普通に依頼をこなす場合は期間の少なさ、身分が低いうちは相手は欧州内で、期間は一律1ヶ月が問題となる。例えば、到底ブエネチアから1ヶ月では往復できないストックホルムの航海士が指名されたりする。一応、依頼をこなせば報酬が半分になるだけで、名声にペナルティはないので、回収した借金で交易をして元手を稼ぐという方法も使える。特に名声が稼ぎにくい序盤のうちに、地図作成を習得する費用を捻出しないと最悪積む危険性があるので、線よりも地図作成を優先したい冒険者ならばこちらの方が賢明であろう。その後の展開、SFC、MD および PS、SS に移植された際にはグラフィックや演出、操作性が強化された。Windows、Macintosh、携帯電話にも移植されている。CS 移植版は借金取り立ててで、冒険名声が上がるため積むことはなくなった。PS 以降の CS 移植版では一部発見物が差し替えられている。先住民族系の記述は人権上の配慮から致し方ないとしても、発見物の一つ、旅行場との解説文までなぜか改変。本来の文章は、これだけ繁栄している動物が絶滅することは決してないだろう、といった内容であり、つまり旅行場と絶滅に追いやった人類を痛烈に皮肉ったもの。誤解を招いたのかもしれないが、これに手を加えるとは実に無益。ちなみに、旅行バトが削除されたという情報はガセである。その後、一転してリアル思考となり、冒険要素を主体とした3が発売された。史実に合わせた設定ではあるが、本作や前作の登場人物も登場する。本作の登場人物の子孫が大航海時代4の
PK 版に登場している。また、タコーリッシュ伝4にも、本作のキャラが登場している。概要、大航海時代、シリーズ2作目。今作では主人公を6人の中から選ぶ形式になり、それぞれの主人公のシナリオが、名声を上げることで話が、進んでいく。消しゴム意見。名声化を上げないとイベントが発生せず、ストーリーが進行しないか。これは、この作品をプレイ中、脳裏を誤った言葉です。ゲームは、ジュアン、フェレロ、アル、ブエザス、エルネスト、ロペス、カタリーナ、エランツォ、オットー、スピノーラの中から一人を選び、それぞれの目標に向けて、線を出すところから始まります。実際にプレイすると、世界地図を作る、商売で成功する、復讐等、各主人公それぞれ目標が違うものの、物資を買って別な町で高く、売ることで資金を稼ぎ、その金銭で戦や人、六分儀や望遠鏡等のアイテムを調達、海賊退治や発見物を、コレクター、スポンサーに渡す等で、名声化を上げる方法は同じで、世界各地を巡り、遺跡、動物、原住民等を発見すると、いう具合に前作とは別物と、言ってもいいほどの変わり様で、後のシリーズ作品に大きな影響を与えました。スペインやポルトガルの時代に、オーストラリア大陸に足を伸ばすと、現実と乖離した箇所も目立つようになったため、評価はとても良い、です。幽霊意見。大航海時代を光栄リコエーションゲームの2作目。全体的には1のパワーアップという感じのシステムでしたね。主人公が6人に増え、1よりはストーリー性が強くなりました。基本は1と同じ交易や海賊などで名声を上げていくと、ストーリーが進んでいく仕組みです。ただし名声が交易、海賊、冒険の3つで分かれ、主人公によって対応した名声を上げていく必要があります。ただ難易度が非常に低くて、確かイスタンブールの絨毯とアテネの美術品、どっちも特産品で品目が同じなので、相場が偏らない、を売買してるだけで、簡単にお金が貯められるので、全く緊張感がなかった記憶があります。それと難点なのがイベントが増えすぎたことです。1は実質最後の海賊に囚われた姫を助けるイベント以外は固定のイベントってなかった気がしますが、2は固定イベントが多いので、そのイベントのために行動させられることが多く、自由度がかなり減ってしまった印象があります。そのため4他国に亡命して初期所属を変えるとイベントが進まなくなる、遊ぶってことをよくやってましたね。最強の航海士ピリー、レースを仲間にする方がクリアよりはるかに手間がかかったりするので、最終的にそれが目的になってたりしました。評価はちょっと辛めですが、良いとしておきます。孫風自由意見。良い点、選択キャラクターの多さ、それぞれの生き方に応じたシナリオ設定が楽しめること。悪い点、エルネストとオットー、カタリナは初心者向きだが、ストーリーなどないに等しくその点が、実に寂しい。中でもオットーとカタリナは、とりあえずひたすら海賊をやっていればほぼクリアできる。エルネストはその戦闘さえせずとも、クリアできるし、所持スキルレベルももともと高いことから面白味は少ない。爵位を利用した値引きや、銀行を利用した資金稼ぎなど、資金集めがたやすいことも、マイナス。運が重要であり、それも寄付で上がるってが納得いかない、章。自由度がいまいち、キャラクターによっては亡命したりすると、積むことも多い。総合評価、SFC でしましたが当時としては、よくできていたと思う。ただ今更やろうとは思わない。全体的にやはり内容の、薄さが否めないので。スパン意見、かけ値なしに名作でした。
6人用意されている主人公が、おのおの、冒険家だったり、海賊だったり、貿易商だったりとタイプ分けされており、しかもその設定されたタイプ分け以外の、行動も自分の思うがままに取れるので、例えば冒険家タイプの、主人公で、カリブ海で海賊狩りもできると、本当に、自由度が高かったですね。私が一番好きだったのは、冒険家タイプです。未開の地を探検中、食料が尽きかけた時に、補給港を発見した時や、川をどんどん突き進んで秘境を発見した時などは、例えようがないほど嬉しかったですね。それになんといっても、探検するたびに世界地図がどんどん埋まっていく、様子が実に楽しかったです。他にも海賊狩りの功績で、名声や爵位を上げていったり、貿易商だったら効率的な貿易ルートを開拓して大儲けしたりと、本当に色々な遊び方のできるゲームでした。新型と旧型の線の、性能の違いや、航海日数と航行速度、食料や水の消費量の、バランスなどもかなり絶妙でしたね。難点を挙げるとすれば、普通にシナリオを進めていくと、おのおのかなり短いストーリーだということ。まあ序盤のイベント以外は、シナリオの進行は本当に、シナリオの進行にしか関係がないので、要するに、このイベントを、やっていないと、ができない、という制限がほとんどない、気ままにプレイする分にはシナリオを、全く無視しても問題は、ないのですが、これに関して欲を言えば、ずっと気ままにプレイできるシナリオのない主人公が、欲しかったです。他には、海賊狩りを言っているとだんだん海賊の数が少なくなってきて、少しずつ新たに補充はされるものの、海賊狩りをメインでやっていた場合、普通にやったら減る速度の方が速い、効率的に名声を上げるためには、他国の軍隊や商船隊を襲わなければならなくなることですね。まあこの場合も、どこの国を襲うか決めたら、一度襲ってしまえば後は気が楽なんですが、あと細かいところでは街の時間経過がやや微妙でしたが、これはプレイしているうちに慣れるから問題ないかな、こんなものだと思います。世界史のこのあたりの時代が、好きな人はもちろん、世界地図がある程度頭に、行っている人もかなり楽しめると思います。今やっても十分楽しめる、時代を超えた名作ですね。おパグ意見。シリーズは4まで、外伝、拡張パック含めて、すべて、プレイしましたが、ダントツで一番ハマったのが、本作です。いい悪いではなく、私には純粋にバランス的に、本作がドンピシャでした。ストーリー本筋とは関係ないやり込みもやりまくりました。今でもたまにやりたくなると、遊んでます。初代も面白いのですが、主人公が一人でプレイ内容にも、制約も多くやり込み要素に書きます。3はシリーズの他作品と、行列で語ることがはばかられる難易度の高さでした。当時は PC 知識が小さかったこともありそちらの面でも苦労しました。ある程度進めておきながらアプリケーションウィンドウの外をクリックしてしまってフリーズ、挫折の繰り返し。4は比較的2に近い印象を受けましたが、光栄の最近の他ゲーム、無双シリーズとか、と同じく、キャラクターグラフィックが個人的には、キラキラしすぎですし、キャラクターの、性格設定も本作とは、違う傾向を感じます。それでも、2の次に多くプレイしました。やり込み例、賞になる、プエザスで、最強を目指す。戦闘力においては最低の、主人公で海戦を重ね、ハイレディン、レイス、アイディン、レイス、ウルグ、アリ、マホメット、シャルークを倒して、仲間に入れる。キャラクターコレクション。固定で存在する各国の、キャラを海戦で倒して仲間にする。ピリー、レイスはレベルさえあれば、仲間になるが、海戦で倒した後しばらくすると、消滅してしまうキャラもいるので、海戦で勝利した後に、早い線で素早く港を移動できるように港に経由させておくか、ある程度線足がありながら戦える線で、海線に挑む必要がある。一瞬だが、主人公によってはエゼキエルを仲間にしたりできるタイミングもある。新しく登場する NPC キャラを楽しむ。ストーリー後半になると NPC キャラがランダムに新規生成される。それらを倒して酒場で仲間にして、能力値を確認する。意味はほぼない。ひたすら海賊行為にふける。視界に行った線を全てを、国籍に関わらず撃破しまくる。意味は全くない。
都市の物価を崩壊させる。ほとんど意味はないが、特定の港の物価を 50%、150% の範囲で崩壊させる。線が安くなったりするが物価操作にかかる費用の方が圧倒的に上。連続公開日数を伸ばす。主人公の運を MAX にして、選手像も女神像を装着。食料を多めに積んで、各地で水を補給しながら1階の公開で世界地図を完成させる。猫とライムジュースを積みまくって、出港、ライムジュースあっても、船員はギリギリに切り詰めるので、実質的には開始秒が、発生した時点でほぼアウトだが、世界地図の完成は1回の、航海でできるが、さすが発見物もすべて見つけるのは、食料を消費するため難しかった。あるある、アルベロ、スキラッチ、アフリカ、嵐、積み。スキラッチを外すために嵐にわざと会うものの、救出される。なんで嵐の中、操船のくせにスイスイ進むんだよ。無駄に線が豪華な海賊ヤコブ、ワルウェイク。夜間に海賊と交差、我々は本国へ戻るところだ。永遠の、ストーキング。奴らに食料補給の、概念はないのか、戦争中の相手に親章、届けてこいと言われる、王宮に、入れない、主人公の能力が、高すぎて捕獲。罰金で、敵対心を、下げることもできない、罪。アテネの奴はどんだけ絨毯欲しいんだよ。イスタンブールも美術品で、溢れ返ってるだろ。我々は、ボルドーへ投資に向かう、モアイ、見えてるやないかい。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.